受賞するだけで栄誉のあるノーベル賞。今まで数々のノーベル賞を取り、有名になった人がいます。しかし、その陰に隠れ、自分の世界で研究をし、数々の発見をした人物がいます。それは、ヘンリー・キャベンディッシュ。世界で最も知られた賞を複数回受賞することは大変な業績ですが、1901年にノーベル賞が創設される以前に、何度もノーベル賞に十分に値する業績を上げていた学者がキャベンディッシュなのです。父親はデボンシャー公、チャールズ・キャベンディッシュ、母親はケント公の四女、アン・グレイという貴族を養親とし、母親が療養生活をしていたフランスのニースで1731年に生まれます。母親の死後、ロンドンで父親と生活し、18歳でケンブリッジ大学に入学しますが、なぜか卒業はしませんでした。おじやおば、さらには父親から巨額の遺産を相続し、生活に困ることなく、ロンドンに住居と別邸、さらに郊外に別荘も構え、優雅に暮らしていました。唯一の趣味が物理や科学の研究で、自宅には多数の実験装置を備え、別邸には膨大な蔵書を置いて、毎日、研究のみに明け暮れていました。また、キャベンディッシュは非常に変わった性格で、イギリスでは国王に次ぐ金持ちと言われるほどの資産を持っていましたが、金銭には全く関心がありませんでした。ある時、イングランド銀行の行員が預けたままの資産を運用しては解きたが、自由に運用してくれて構わないが、そのようなくだらないことでまた説明に来たら、全額を引き出してしまう、と言ったという逸話があります。その財産を知って、多くの人が寄付を求めてくると、嘘で高額な寄付金を要求する人にも構わず、最高額を寄付していたというほど、金銭に無頓着な人でした。金銭以上に無関心であったのが人間で、蔵書別邸に置いていたのは、自宅に置いておくと、借りに来た人がついでに挨拶に訪れるのが煩わしいからでした。人間の中でもとりわけ嫌いだったのが女性で、家には何人もの女性の使用人がいましたが、食事は毎回羊の股肉で、ドアの外に食べたい時間をメモしておくと、使用人が食事を置いておき、それを一人で食べて、食器をドアの外に出しておくという生活でした。屋敷の中で出会うのも嫌って、女性の使用人専用の通路や階段を作り、運悪く出会った使用人は解雇してしまったと言われています。当然、生涯独身でした。さらに関心がなかったのは、発見した事実を発表することでした。王立協会に所属していましたが、その雑誌に論文を発表したのは生涯に18篇だけで、それ以外は膨大な実験記録をノートに残しただけでした。死後、ケンブリッジ大学総長になった親族がキャベンディッシュ研究所を寄贈し、その膨大な実験記録も寄贈したため、初代研究所長のジェームズ・クラークが細かく調べた結果、大変なことが判明しました。1785年にシャルル・ド・クーロンが、加電した粒子に作用する引力や積力を計算する、クーロンの法則を発表しますが、その13年前にキャベンディッシュが発見していたのです。また、ジャック・シャルルが1787年に発見した気体の膨張についての、シャルルの法則も、その8年前にキャベンディッシュのノートに書かれていました。さらに、ゲオルク・オームが1827年に発見した、電圧と電流と抵抗の関係を示す、オームの法則に至っては、なんと46年前に発見済みであったことが判明しました。それ以外にも水素やアルゴンも発見していて、いずれもノーベル賞に値する業績でしたが、公に発表することはなく、ノートに書き残すだけで満足していたのです。キャベンディッシュのそのような研究態度を非難する人もいましたが、キャベンディッシュにとっては研究そのものが重要であり、発表はどうでもよかったのです。ノーベル賞は受賞すると1億円が贈呈されますが、金に困っていなかったキャベンディッシュは1億円程度何とも思わないと思います。たかだか1億円のために人前にも出なかったでしょう。現在は巨額の公的資金を投入する研究が大半なので、成果を社会に発表する義務があり、自分の財産だけで研究したキャベンディッシュのようなことは許されません。ただ、ノーベル賞もなかった時代、キャベンディッシュは自分の世界で好きなように研究ができた、ある意味幸せな研究者だったのでしょう。変わった人ではありますが、彼の功績は輝かしいものでした。では、ここまでご視聴いただき、ありがとうございました。ではまた。